カルパトス島は、エーゲ海島南園に位置する、ギリシャ領の島。ロドス島とクレタ島の間に位置する。ドデカネス諸島に属する島の中では、ロドス島に次いで2番目に大きな島である。その立地から、衣装、風俗、方言などの文化は、クレタ島やキプロスと似ている。ラテン語では、カルペザス、イタリア語では、スカルパント島、トルコ語では、カーピーと呼ばれる。 ロドス島の南西4 7トルに位置し、周囲の海は島にちなみカルパティア海と呼ばれている。島にある10の村はすべて島の伝統的なスタイルを維持している。中心都市は、島の南東部に位置するピガディアで、近辺には、ミネテス、アルカサ、アペリ、ボラダ、オトス、ピレスといった村々がある。島の北部に行くと、スポアやオリンポスといった村々があり、 この地域の民族と建築の良い,い例になっている。港はピガディアとオリンポスにある。古代から中世にかけてはロドス島と密接な関係にあった。古くはホメロスの女子誌イーリアスにもクレーパソスとして登場し、ウェルギリウス、ガイウスプリニウスセクンドゥス、ストラボンなども島について言及したことがある。ペロポネソス戦争では デロス同盟に追随したが破れ、紀元前400年に自主権を失った。紀元前42年にローマの支配下に入り、ローマ帝国の分割後は東ローマ帝国に属した。1304年には東ローマ皇帝がジェノバの海賊であるアンドレアとロドビコモレスコに領地として与えたが、アンドレアは1306年にベネツィア貴族のコレナロケに入った。その後、 コルナロケは島をオスマン帝国に明け渡す1538年まで支配した。オスマン帝国支配下では島はひどく衰退していった。1821年から22年にかけてのギリシャ、独立戦争時には一旦は自主を取り戻したが、その後再びオスマン帝国に支配された。1835年にはスルタンのマフムト2世が年間の一括払いだが、 世帯ごとではない、マクトという税制を導入した。オスマン帝国による支配は、その後1911年から12年にかけての井戸戦争で、イタリアがドデカネス諸島を解放する1912年5月12日まで続いた。その日、島には、レジーナ・マリーナの艦船、ビットリオ・エマヌエーレと駆逐艦、アルピーノが上陸した。その後、 1923年のローザンヌ条約によって、ドデカネス諸島は、正式に、イタリア領となった。しかし、第二次世界大戦での数軸国の敗北により、1947年に、パリ条約が締結され、翌年の3月7日に、ドデカネス諸島はギリシャに割上された。このように島は数奇な歴史をたどってきたが、過去半世紀には熱心な開発が行われてきた。 経済は戦争で荒廃したため、多くの島民がアメリカ東海岸に移住していった。島が恋しくなって帰ってきた人たちもいるため、今日のカルパとスジマにはギリシャ系アメリカ人も多い。彼らは島に多額の投資をしたので、ピガディアなどの村々には伝統の中にも新しさが根付いている。ほとんどの島民は島の北部にある産地を世界自体だと信仰により、 信じている。島南部のアフィアルティスと呼ばれる地域には、比較的大きな滑走路を備えたカルッパと、スジマ国営空港があり、ロドストやドデカネス諸島、クレタ島、アテネの便がある。さらに、4月から10月のハイシーズンには、ヨーロッパ各地から頻繁にチャーター便が飛んでくる。フェリーでは、クレタ島やロドスト経由のピレウス便が就航している。島内では、 自動車での移動が最もポピュラーで、港湾、空港、主要な村々などは、村道ムをでつながっておりそのほとんどは舗装されている。夏には、ピガディア港から小さなプライベートボートが、オリンポスや、壁縁のビーチに向かって出港してゆく。他にもアゴライアと呼ばれる、固定料金製タクシーや、コミュニティバスが一年中運行されている。 2001年国勢調査時の人口は6511人だが、毎年夏になると国外に住んでいる元島民や、その家族が休暇で訪れるためそ、の人口は2倍以上に膨れ上がる。また、観光客の数も考慮すると、夏には2万人以上が島にいることになる。中でも、8月15日には1年で最も重要なイベントである聖母の秘書天を記念した。 花木屋祭りが行われるため一年で最も賑わう。祭りには世界各地から旅行客が詰めかけ島独特の伝統を見物する。ありがとうございます。